はい、ガイアンでーす。今日は魔人ボーン3弾の稼働日ということで遊んできました。はい、トリプルレアがね、2枚出るまでやろうと思ってましたので、トリプルレアが2枚出たところでやめました。だいたい1万円弱使いました。はい、こちらが、ね、ドラゴン称号のアイアンボーンのトリプルレアですね。そしてこちらが、ダークワイバンのトリプルレアになります。はい、他の排出はですね、まず一番最初お店に行って、プロモーション用のカード、これですね、はい、PB29、 これをまずいただいて、プレイしたんですけれども、はい、今回の目玉、はい、声優の、ね、サインの入ったカード、これは、3枚出ました。はい、ドラゴン称号とレオ・ギルバートとジャガー・アントニーです。まあ、ジャガー・アントニーは個人的に好きなので、これちょっと嬉しいですね。はい、サインがあるからといってカードの性能が高いわけではないような気がします。すべて、コモンですね。はい、カードはコモンです。はい、そして、キャンペーンなんですけれども、キャンペーンは全10種類中、4枚出ました。はい、ジャガー・アントニオのアイアンボーン、はい、これは進化します。はい、エクストラ進化。そしてダークワイバーンのアイアンボーン、同じく、ね、進化ですね。そして、ダークレイブンのアイアンボーン、今回初キャラですね。そしてダークパンサーの、はい、エクストラマジンアタック、こちらはマジンアタックですね。はい、がついたやつですね。キャンペーンは4枚でした。はい、まだね、あと6枚揃えないといけない。そして、ダブルレアなんですけれども、ダブルレアが、全部で10種類中、こちらの方も4つですね。ダークホーク、はい、そしてダークイーグル、はい、そしてダークパンサー、はい、そして、ダークバット、こちらダブルレアが4枚です。はい、残りこちらも6枚頑張って配送しないといけないですね、みたいな感じで、あとはですね、残りの約70枚近くはこのコモンと普通のレアでございます。まあ、そんなに大きなかぶりはないかもしれませんけども、なかなかね、ダブルレア以上が出ないですね、今回も。はい、ということで、あまり無理をせずに、1万円弱で今回はやめてきました。で、まだね、稼働初日なので、ぼちぼちにまだカードは集めていきたいと思います。ということで、本日は、マジンボーン第3弾稼働日、とりあえずトリプルレアは2枚出たの巻でした。それではまた。